ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜の花今夜のハマグリボーイはお久しぶりです。この方です。香川照江です。どうも。はい。そしてもう一方、初登場になります。この方です。あ、松尾健太郎と申します。あ、松尾健太郎さん、弁護士、弁護士でございます。はい。というわけで、今夜のこのハマグリ顧問の編は、はい、リーガルバラエティの新機軸といいますか、まあ、今回きりになるかと思うんですけれども照江先生が大阪弁護士会の、うん、はいはい、広報副委員長をなさってるんですよね。そうです、はい、今年やっておりますので広報副委員長、はい、でそれで、うん、弁護士会で出してる雑誌があるんですね、うん、はい、月刊大阪弁護士会という月刊大阪弁護士会そのままのあの、まあ、でも迷いようがないですよ中身はね、もう大阪弁護士会が出てんねやろという推認を働きますけれども、そうそう、はい、その月刊大阪弁護士会の、うん、関東のインタビュー、そうなんですよ、非常に重要な、はい、あの関東のインタビュー、過去に平野啓一郎さんとか、塩田武さんもちろん、はい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 、もう文豪ですわ、文豪2人出てるし、塩野義製薬の社長さんとかサントリーの副会長とか、はい、ハイヒールリンゴさん、あ、リンゴさんも出られてる、はい、カーリングの女子のなんとか優子さんとかね、なんとか失礼やでちょっとね、不足しておりますけども、ちゃんと、はいはい、情報収集してないけど、すごいそうそうとある方がインタビュー出てますので、そこに墨田さんに飾っていただこうと。ぶっちゃけ誰かが出れなくなったと小耳挟んでるんですけど、はい、某市のですね、首長様が無理で、あ、そうなんですか、はい、でどうすんねんと、3月号、はいはい、慌てふためいて、墨田隆平という方がいますよと言ったら、もう即に決まりまして、はい、で私もう一つ小耳に挟んだんですけど、うんうんうん、もう一人候補がいらっしゃって、はいはい、その候補がかなりの大物で言うていいですよ、別に、ね、いいと思いますよ。ランディーバースランディーバースさんも候補に上がってた、はい、そうそう、なんか誰が知り合いなんですか、ね、なんかね、副会長の人が、はい、副会長あなたじゃないですか。いや、じゃあ、弁護士会の副会長の女性の先生が、現地の知り合いがバースさんとつながりがあるとどう考えてもそっちの方がいいじゃないですかバースと僕やったら、そうやな、ね、で今の大阪弁護士会の会長が阪神めちゃくちゃ好きな会長で、そうなんですか、はい、だからちょうど3月号にバースが入ったらよかったんけど、ああ、もうシーズン始まる前に、そうそうそう、でもちょっとね、ブッキングできなかった、うまいこといかなかった、いかない、ちょっと時間軸的に無理やと。僕でもフェイスブックでバースと友達ですよ、うん、確かにだで確かにいや、ほんまに友達になってくれたはずです。ほうほうほう、うん、なんか人数上限あるじゃないですか、はいはいはい、うん、あの上限までだから誰でも友達になってたんですよ、うん、バースはそんな言い方ないやろ、なってくれてたから、うん、ああ僕なってるはずですよ、オープンな方やね、だからね、うん、はいはいはい、はい、それがなくて、まあ、皆さんで行こうってなったんです。すごいですね、うん、まさか僕ね、昭和60年、うん、21年ぶりに阪神タイガースが優勝した時、小学校3年生9歳でしたけれどもまさか自分が40年後ぐらいにねバースと接ってっていうのがね、そんな日が訪れるなんて私の人生に、いや、ありがたいです。で、照江先生がその広報委員の他の人にまあお声かけなさって、誰か一緒に、この、ほんで、ね、この番組のもう収録内でインタビューしてしまおうじゃないかと。そう、そう。で、まあ、いい経験になるでしょ、広報員にとっても、これ、インタビューここでできたら。ほんで、募集したけれども、誰も手挙げず。手挙げ。虚空に響き。こそっと DM 入る。唯一手を挙げてくださったのが松尾さん。この松尾弁護士でございます。はい、松尾さんは、はい、照江先生が55期、司法修習55期、はい、私が61期、はい、でいつも出てるカミソリ負け弁護士軍団が私の同期61期。ね、松尾先生は僕は67期になります。67期って、うん、大体同じぐらい間隔が離れてるわけですよね。6年ずつ、ね。はいはい、照江先生から。はいはいはい、ただ、年齢は正直、はい、40期台、初めの申し訳ない、初対面で、はい、初対面で、そうなんですよ、恐縮なんですが、ちょっと、はい、まあ、新人の頃からまあまあベテランみたいな感じで、いや、そうですよね、はい、渋い感じはね、うん、なんか先輩弁護士と一緒に行っても、うん、なんかこっちの方ばっか見てるとか、いや、そうですよね、安心感がね、安心感が、ベテラン感が、ベテラン感があって、ね、結構、うん、私と一緒で弁護士になった時、うん、まあ、相当、年を召されて、ね、ものすごいんですから人の時えらい口はなった、
自分の時はさらっと行くのね。いやいやいや、ちょっとあの初対面ですね。そんないじってんかどうか、いじってんかなと思いつつ、うん、なるほどね、大丈夫です大丈夫、ありがとうございます。まあ、何歳で登録なすったんですか。墨田先生と一つ下になります。45歳になります。あ、45歳で、はい、45歳で67期、うん、お得意ね、67期僕46歳で61期、お遅いぞ苦労しとるぞベテランさんベテランさん、なるほどなるほど、うん、そうそうそう、あでもいいじゃないですか。そうよ、なってんねんから ね念願かなって、まあでもなんか安定感安心感のある、うん、ありがとうございますね。もうほんまに41期、うんうん、いやちゃうよ67期、ごめんなさい。じゃあテレビ出演すごい正直若々しいというか、あまあね、社会の揉まれてないんやろな、ね、やっぱちょっとね 白くあなたももみあげが白になってるけど、テレビ先生あの、うん、あロングコートダディのうさぎ似てますよね。太ってきたちょっとで今日なんかそういうシャツそういうシャツ着てるから俺なんか似てるなっていう親近感を覚えて、あとでね、はい、あのマラソンネタしてくださいってこと。いやいやあでもね今日は本当良かったです、うん、はいはい、なんでまた私今日ね収録、うん、2月14日バレンタインデーにしてるんですけれども、うん、ちょうどね今日岐阜の大垣で、うん、講演会の仕事してて、はいはいはい、90分喋ってたんですよ、うんはいはいはい、ちょっとなんか疲れてる感じでさっきからでそれぐらい喋んないよいつも、えちゃうの3時間とかやるんちゃうの。いや講演会は90分、長くて90分ですね、60分とか70分とか、はいはい、こう70分質問コーナー10分ぐらいが普通だったりするんですけど、うん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 、70分と90分の間には大きな違いがあって、はいはい、やっぱり疲れますね。あ何の話したん今日。今日はね、なにわの弁護士のコミュニケーション、うん、得意の演題やんか何回もやっとるやんいやでも、ね、これがね難しいんですよ。このコロナ禍で公演仕事がなくなってて、また再開しだしてて、なかなか感覚つかめなくて、あそっか久しぶりや、90分結構ね、うん、CM も入らへんし曲流すわけにもいかへんしなかなか。そうやな、うん、で質問コーナーなしの90分、質問コーナーなしの90分で、すごいすごい、で岐阜の大垣やったんで、うん、新日本プロレスの棚橋選手のご当地なんで、そういうご当地ネタも入れながら、立命館大学法学部の同級生なんですよみたいな入れながら、豪快やなそういうちゃんと分かってんなやっぱりそうよね、ご当地ネタつかみで話をしてっていうことをやったりして、はいはい、結構疲れてて、うん、で2週前の収録の時も、うん、ね兵庫県のあるところで公演してて、うん、で90分、それも90分バージョンやったんですよ、はいはいはい、でもヘロヘロで、うん、うわしんどいな思って、うん、収録のゲストがチャップリン研究家の大野さんで、助かった、めちゃくちゃおもろかったなあれももう縦板に水でちょっとテーマ与えたら一気にもう30分ぐらい喋ってくれるから、言い方なんかあるやろちょっと完全に喋るいやほんまにモダンタイムっていうのもモダンタイムの話を30分モダぐらいでもモダンタイムの話始めてくれるからね、独裁だもう独裁者の話やってくれるからすごかったわ、ずいぶん助かりましたね、博覧狂気というか、ね、今日もだからちょっとお二人に振りますんでキッドとか、いや無理無理そうライムライトとかとその話を立て板に水でやっていただければと思うんですけれども、なんかテルエ先生お久しぶりやったんで待望論が出てたみたいで、いただいておりますよ。墨田先生、テルエ先生こんばんはということで、ラジオネームポッポさんからいただきました。テルエ先生、テルエ先生はお久しぶりです、はい、先月でしたか、うん、ご出演に関してフライングがあり残念でしたが、うん、あ、ね、出てくださる予定やったんだけれども、うんうん、横山さん、そうそう RCC の、はいはい、が急遽ゲストで来られて、そうそう、ね、収録したことがあったちゃんとお断りがあったのに僕が忘れてね、ついついツイートしちゃったっていうね。ああそうですよね、そうそうそう、そう LINE してたのに、うん、そうそう、急遽来られることになったんで、うん、ごめんなさいお願いしてたのにとか言ってたのに、うん、だからあれそれ無視して無視してまた横山なんか出させへんぞみたいな感じなのかなって思ったんですよそんなわけないで、そういうポカッとしててね、はいはい、たまにありますね、うん、LINE で読み飛ばすことが、うん、てて、はい、ようやくのご出演嬉しい限りです、はい、本業にお忙しいとのこと、近況をお聞かせいただければと思います、うん、またお留守の間のカミソリ負け弁護士軍団の愛の手の評価もお聞きしたいところです。なんでそんな厳しいこと言うの。だから随分ね遠ざかってらっしゃったんで、うん、私との不仲説とか、うん、心ないリスナーから全く LINE 来へんやったもんな
嫌われてんのかなって思ってた。あ、そんな思ってたんですか。なんかあんのかなっていう、ほんまにね、フミヤと高木みたいな、A ちゃんとジョニー大倉とかそういう古くは、ね、そういう不仲説も流れてたんですか、うん、いやでもね、私その弁護士業務の方ではちょっと自分ができない事件とかを照江先生お願いしたいとかっていう、そういう交流はありましたけど、はいはい、うん、ちょっとだからね、照江先生が弁護士会で要職に就くみたいなことを盛んに言うてはったから、うんうんうん、そうやね、ねえ、気遣ってたよね。だからそう、匂わせがね、匂わせが過ぎたから、そうそう、また1年遅れるみたいな。いや、そうですよ。だからそのずっと出てて急に出んくなったら、うん、まあテルエロスがね、はいはいはい、うん、うん、何もないよそんな。まあ何もないと思うんですけど。だからそういうことを考慮して、うん、はいはい、ちょっとずつフェードアウトとか思ってたら、うん、その養殖につくのが1年伸びたとか、そうそう、うん、ね、ほんで久しぶりに会ったら、うん、ウサギみたいにウサギみたいな風貌に。ねえ、なってらっしゃったんですけれども、はい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 、どうでしたか、その、うん、お留守の間のカミソリ負け弁護士が、これ、松尾先生に説明しますと、はいはい、そういう、はい、普段は私の同期の61期のカミソリ負け弁護士本団っていう、仲良しね、はい、うん、だからそれ、ね、分かる通り、うん、あまりこの番組出ても得ないです、はっきり言うて。ほんまに。だから実名出てへんかな、うん、俺もな。ああ、そうですね。テルエ名義で、うん、そうそう、あるいはウサギ名義で。いや、良かったですよ。その愛の手法でどうこう言ってるけど、もうやっぱ二人盤石の、というか田中先生も含めて。ああ。うん、面白いんだ、聞いてたら。もう上からですね。うん。まあ、以前はちょっとね、ちょっとなんか、重複してんなとかね。ああ、なるほど。もうちょっとスパッと今のはいけたんちゃうかとかあったけど、最近はもう何の、あ、高評価、おおむね高評価ということで、全然いいと思います、はいはい、で今夜松尾先生もデビューということでこれからまたお声かけさせてもらいますね、これをきっかけに入ってきてや、はい、わかりました。僕の背中見て入ってきてない。もともと照江先生に聞いたんですけれども、うん、はい、なんか制作会社の AD をなさってたんですか。もう本当一瞬だけなんですけども、あ、そうなんですか、はい、関西で、東京、まあ、もともとは関西も本社にする会社なんですけど、はいはい、東京にも支社がありまして、はい、そちらで誰かのもうダウンタウンさんが好きすぎてですね、はい、ダウンタウンさんの番組がやりたいっていうことだけを目標に制作会社入りまして、はいはい、松本慎介とダウンタウンデラックスっていう番組のこうやってる会社に入りまして、うん、もうそれも担当できて、はいはい、おお、すげえ、でもね、はい、松本慎介とかやってた時代ってかなり前ですよね、うん、なんで、はい、僕41期なんで。見た目はね。はい。それに並んでええな。そうか、そうか。あ、ギリギリ、そうか。そう、僕、だから2002年ぐらいに、はい、仕事してると思います。ああ、なんで、古いのは古いんです。あ、はいはい、松新とか担当なさってたんですか。そうなんですよ、そうなんです。あれ、東京収録ですよね。あ、そうです、そうです。へえ。じゃあ、読売テレビ系列の制作会社。あ、おっしゃる通りで、はい。はい、なるほどなるほど、はい、もう久しぶりのね、ラジオ収録なんでなんかペンをずっとなんか落ち着きなくやってその音を注意されて素人やね、偉そうに、ね、さっきカミソリ負け弁護士軍団をおおむね高評価とか言ってたらペンうるさいですって言われてね、素晴らしいでした。そうですか、はい、そういうのやってらっしゃったんですか、うん、へえ、すごい経験ですよね。へえ、こんな念願かなってね、念願だけかないましたよ本当に。へえ、でそれをやってらっしゃって、うん、辞めて、はい、でロースクール、そうなんです、まあ、一瞬こう、まあ、昔の正直も1回だけ受けたんですけど、はいはい、もう全然ダメでして、うん、もうこれロースクールの方がいいなと考えてロースクールに入ることに、はい、はあ、すげえ。で今はもう独立なさって、あ、そうですね、勤務弁護士をまあ数年だけして独立して、はい、今同期3人とやっております。あ、でも同期3人でやってたらひときわ老けてるじゃないですか。いや、遠慮なくなってきてる。なんかボス弁と磯弁みたいな、何ですか、同期何歳ですか。元々の3人が割とまた豊島の、うん、同期でして、あ、そうなんですか。先に2人司法書士をやってて、あと、まあ、僕に並みの、まあ、苦労されてる。あ、そうですか、そうですか、いいじゃないですか、はいはいはい、なので、まあ、一応馴染んで、おじさんの中に、ね、もう40期3人でやってる。そうですじゃあ、まあ、それぐらいの感覚で、感覚で、まあ、そんな感じで。あ、でも、うん、僕らの仕事ある程度、うん、そういうなんていうんですか、うん、ね、年輪というか、なんかを感じさせる、年齢を感じさせた方が、うん、貫禄みたいな、ね、いいかもしれないですよね、うん、はい、それは、はい、うん、僕もだからもみあげがこう白髪ってきたら嬉しいですよ、うん、そうそう、ちょっと渋み出てきたよな。ねえ、うん、ほんま自分で言うのもなんですけど、うん、朝起きて、うん、北王子金やかって思うよね。その自分で
ほんまに人に言われたじゃなくて、二日酔いとかでこのね、二重が深くなってる時あるんですよ。あ、その時ちょっとね、このマネージャーさんに、確かにそうやな、結構、うんうん、似てるでしょ、うんうん、でうちのお父さんだから東映の映画監督やったんですけど、はい、あの北大路欣也さんと一緒に仕事してはったから、はいはいはい、よう言われますよ、お父さん。え、お父さんから言われるの？リュウちゃん、欣也ちゃんに似てきたな。監督の目ももうそうです、すごいな、ぐらいの話なんですけども、もうほんま今日はね、自由にお話いただいて、うん、はいはい、あ、ダウンタウンがすごいな、それはね、同世代ですもん、うん、言ったら45だったら、うん、一つ下やったら、一番、ね、うん、輝いた時やな。そうですね、はい、あ、だからそうやったら、あの伝説の漫才とかも課金してご覧になりました、まあ、そういうのには おかけないんですけども。何ちゅう今はおかけてない、まあ、お金はかけないんですけども、うん、お金はかけないんですけど、何でもただで、まあ、できればそういうとこを、あ、なるほどなるほど、うん、そう、いいことですよ、そういう、うん、やっぱり合理性っていうか、そういうの大事だと思います。あ、いい感じじゃないですか。じゃあ1曲目、はい、はい、松尾さんの選曲で、はい、くるりんでブレーメンお願いします。大阪弁護士会オピニオンスライスのコーナーです。今日は墨田隆平さんにお話を伺っていきたいと思うんですけど、よろしいですか。え、これ何万字実数何字、はい、1万字ぐらいで、1万字ぐらいで、はい、OK です、はい、ありがとうございます。何でも聞いて、はいはい、今日はあの指揮者である墨田さんにですね、はい、弁護士としてメディア出演することの意義であるとか、うん、結構出てるからね弁護士会の市民向け広報をどうあるべきかみたいなことを聞きたいと思ってます、うん、なるほど、あの普段から考えてるから、はい、頼もしいです、はいはい、じゃあちょっとあのもう肩の力抜いて聞いてくれたらいい。ありがとうございます、はい、なんか うさぎくんだっけうさぎじゃない、うさぎじゃない、違います、ね、はい、個人的なね、ちょっとパーソナルとこをお聞きしていきたいんですけど、はい、まあ、墨田さんはもう高校生漫才師として頭角をも表されていますが、なぜ弁護あの漫才師を目指されたんですか。もうリラックスしてくれ、ナチュラルに噛んでます、ね、松本さんに聞いてもらわなくて大丈夫大丈夫、そうやね、ちょっと怖なってきたけど、はい、お願いします。あ、もうそういうとこからですか、はい、私の経歴からですか。はい、難しいですね、その、うん、僕も今までいろいろ適当に答えてきたんで、ちょっと今日はほんまにあの全部ちゃんと本当のことを答えようかなと思いますね。漫才師目指したとかいうのも、うん、でも高校生の17とかの時なんで、うんうん、そうですよね、だからもうほんまに なんていうのかな、うん、なんかもう別に、まあ、漫才はすごい好きやったんですけど、うんうん、そのなんかもう自我というか自意識の肥大した、うん、少年やったんで、だから結局なんかそれを なんか表現したかったっていうのがあって、うん、学校ではやっぱ面白いっていう扱いだったんですか。え、それは面白い子っていうか、まあ、隅田ありみたいな、いや、なんか、うん、やってましたよね、うんうん、その文化祭とかでも漫才したりとかっていうことはしてましたけど、うん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 、うん、なんかそういうあれでしょうね、なんか、うん、あの、いや、表現をしたいみたいなのがあったんでしょうね、うん、でそれが一番手っ取り早いというかタイミングがあったんでしょうね、うん、そういうテレビの企画で、はいはいはい、最初は元気が出るテレビの、はいはいはい、あれは何だったかな、高校生のこうダンス甲子園みたいなみたいな感じでお笑い甲子園があったんですよ、はいはいはい、でそれでオーディションで落ちて、うんうん、でその次人間マンダラのオーディションがあって、うん、そのお笑い甲子園は構成作家なのかディレクターの人がオーディションやってたんで、うんうんうん、あの人間マンダラの方は巨人さんがまあ見てくれるいうことで、ああのすごい生意気な17歳やったんで、うん、あのそういう人が見たら僕を通すはずやみたいな、うん、自信があった、あのその時はありましたね、ほんまに、でもその時にちょうどそういうオーディションみたいなのがその時しかなかったもん、だから タイミング良かったと思うんですよ、ね、ほんまに、だから それがなかったら、うん、あの NSC 入ったりとかいうことしてなかったかもしれないですよね、うん、そこまでは考えてる、あ、うん、だからほんまにでもね、うん、あのあんま覚えてない、覚えてない、もうただそのたまたまあるからチャンスやなんか思って出たろうみたいな、だからっていうかほんまに、 あるいはこの受験からの逃避ですよね、高3になる前やったんで、学校の成績どうやったっけ、で学校の成績はほんまに260人中240やったんですよ、高3の時はあんまりよろしくなかったよね、よろしくなかったですね、なるほどね、うん、途中まで良かったんですよ、うん、高1ぐらいまで良かったんですよ、うんうん、40番ぐらいだったかな、うん、
うん、あすごい。そっから一気にね、うん、ほんまにすごいですよ、うん、勉強ってやめたら、うん、もうルールがわからんくなって、うん、その途中からね、途中からあの何を言ってるかわからんくなって気づいたらそんだけ落ちましたから。え、お父さんお母さんはもうその間めちゃ心配してたじゃないの。どうなんすかね、特段心配しなかったんですかね、うん、好きにやってるわと。だからあのうちはあの兄弟がいて、うんうん、兄貴が、うんうんこのペース終わらへん兄貴がどうしたとかあのほんまやね、うん、まあ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 いいんじゃないですか。もう次の、はい、行きましょうか、はい、でまあそれで一応漫才師で僕ちょっと調べたんですけど、はい、今宮恵比寿子供漫才、ね、子供新人漫才コンクール、はいはい、で何や、1994年福笑い大賞で、そうですそうです。この時に安代智子を抑えての大賞じゃないですか。ああそうですね、す安代智子のお二人が香川俊雄賞やったんですよ、うん、はいはい、そうそうそう、それを上回って、はい、ほんでもう言うたらこれキラ星のごとくね、福笑い大賞の人なんて。いやただね、うん、あのキラ星もいるんですけどあのよく見たらよくね言われるのが、うん、82年の松本浜田、はいはいはい、あのダウンタウンのね、あの先ほど松本さんおっしゃってた、はいはいはい、ダウンタウンのお二人が NSC 在学中に、そう1982年に優勝したんですよね。そうよ、そっから12年後ですよ私。すごいね、トップ取ってんねんから、うん、でもねそれはほんまに正直、うん、あの高校生やのにうまいことやりはるなみたいな部分でしたよ、うん、で、うん、あの下駄履かしてもらって、はいはいはい、ただその審査員が、うん、あの難波俊三先生とか、ほうほうほう新之進先生とかやったから嬉しかったですね。そうそうたる漫才作家とかですよね。あのほんまに審査員前とした審査員が審査員してた時代やったんですよ。そうやな、ほんまに。で高校生のフレッシュな漫才を見てこれやって言ってくれた。いやもうなんか褒められましたよ。何言われたか忘れましたけど、うん、新之進からどんなネタしてたんですか。それはあのほんまに高校生の、うん、僕は男子校行ってたんですけど、うん、それをなんかデフォルメしたようなネタをしてましたね。なるほど、ね、はい、はあ、でまあそうやってそこまで行って一回極めるというかね、はい、巨人賞のお弟子さんにもなれたわけですよね。あそうですね。で我々の道を歩み始めて、でもすぐ辞めちゃったんですよね。辞めました。1年ぐらいで辞めましたね、うん、その弟子入ってからは。でそれでどうすることになったんですか。それであの、うん、僕はもう弁護士を目指して、うん、はい、それはもう初めから明確に放送になりたいんやっていうような動機やったんですか。いや違います違います、あの、うん、ほんまに、うん、あのまず漫才をやめるって言った時の口実みたいな感じですよ、うん、あのそういう番組とかでも、うん、なんか僕らのコンビの企画みたいなのがあったんですよ、うん、ミニコーナーみたいなのも、はい、あのその弟子入りした後もあったりしたで、うんうん、であのなんかね安易にやめれる雰囲気はなくて、うん、そのまた別の理由をでっち上げなあかんみたいな感じではあったんで、うん、はいはい、で大学立命館大学法学部に一芸入試で入って席があったんで、うん、で今から考えたらその放送を志した理由とかって明確なんがあるわけじゃなくて、うんうんうん、ほんまにそのでっち上げた理由とともに、うん、あの僕は大学入ってほとんど通わずに、うん、あの弟子生活してたんですけど、うん、たまに行ってる中で、うん、あのあだから入学式は行ったのか。ほんで入学式に喋った、うん、テレビ出てたんで声かけてもらった、はいはい、上田くん赤星くん、うん、で能田くんっていうはい、はい、この3人だけの友達で仲良かったんですよ、うんうん、でその中の一人の上田くんが最初から立命館大学のエクステンションセンターで、うん、その司法試験目指して勉強してたんですよ、はい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 、で彼がやってたっていう部分も大きいんですよね。でそのあその司法試験っていう道があるなと思ったわけね。そこであるなというか、うん、その、うん、ね、なんか目標設定せなあかんっていうかね、やめるためには。いや僕だからそのねあの大学立命館の入学式の時に総代で呼んだんですよ、うん、うわすごいな。そういう漫才で入った珍しいから言って、うん、ほんでその時に僕は在学中なんか高校の時に今宮恵比寿優勝できたんで、うん、在学中に ABC お笑い新人コンクールと NHK と上方漫才大賞新人賞を取りますみたいな言ってたんですよ。そういうのすぐ辞めたんですよ。その言いながらいつ辞めたんだっけ。1年の終わりに辞めたんですよ。終わりか。辞めてたから、だから、うん、あのいやそれは辞めたんは理由があるんやみたいなことを言う必要があったんですよ。あのもっともな、もっともな、いやこれだったらそう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 、半端なんじゃダメやったよね。だからそうですね、うん、ほんでそれでそういう
嘘から出た誠じゃない、うん、嘘から出た誠ですほんまに逃げるための口実でしたね、はいはい、でその芸人からその一点変わることによって周囲はどういうリアクションやったんですか。周囲もったいないなとか。ああでもねそれは、うん、あの新助師匠からもったいないぞみたいなこと言われましたね、うんうん、あの巨人賞からも言っていただいて、はいはいはい、っていうのはありましたけどね、うんうん、でもお父さんお母さんからしたら、ま、なんか真っ当なとこに行きそうやからとかいうのは思うか。いやむしろなんでやめんねんっていう感じだったと思いますよ、うん、やると言っときながらもうすぐやめんのかみたいな、はいはいはい、ただ僕はそんな気でやってるにもかかわらず、うん、逃げる口実みたいな、うん、やのにレックあるじゃないですか、うん、司法試験とか予備校の、はいはい、レックの入門講座と、うん、論文基礎力完成講座と、うん、卓一基礎力完成講座と、うんはいはい、A、C 型答練 B 型答練 A 型答練とか、はい、全部のセット、うん、結構なお金ですよ、うん、それをまとめた方が、まあ、セット料金安なるっていうのはあったんですけど、うんはいはい、すぐ出してくれましたけどね、あれは甘いですよねうちの親の僕やったら出さへんかなと思う。もうちょっと猫可愛がりしてるもん。いやもうそのいや出してくれんねや思いましたもんね。いや頼んだらそのやっぱりこのほのぼのさんってよく言われるお父さんに言ってるけど、はいはいはい、そのなんか家族全体がふわっとして愛情を感じるね。まあでも僕も、うん、親だったら、うん今の立場で出すかもしれないですけどね、うん、でもなんかまあ半信半疑だと思いますよ、うん、言うとるからまあしゃあないなぐらいの感じだったと思いますけど、うん、なるほど。でまあちょっと長く時間をかかったけども合格されたわけですよね、はい、でそこから弁護士としてまたちょっと端折りますけど、はい、弁護士登録後もうすぐにラジオのオーディションやってて、はいはい、でもう仕事入るやいないいきなりラジオの仕事してるんですけど、これどうしてまた受けようって思ったんですか、こういうオーディション日本放送の、うん、これは本当に僕 TBS のポッドキャストを聞いてたんですよ、うん、それは水道橋博士さんがよくブログで、うん、TBS のポッドキャストのことを書いてたから、うん、その影響で聞いてて、うん、で日本放送でもなんかやってないかなと思ってホームページ見た時に、うん、ちょうどそのタイミングでオールナイトニッポンの、うん、パーソナリティオーディションをやってたんですよ、はいはいはい、でああこれはだからその時もね、うん、僕その人間漫談の時もそうなんですけど、うんうん、根拠なくなんか俺を呼んでると思った瞬間が若い頃はいくつかあったんですよ。もう今一切ないですよそういう俺を呼んでるみたいな感覚でもすごいチャンスにあれやな恵まれてますね。それもねなんかね僕人間漫談も毎週見てたわけじゃないんですよ、うんはいはいはい、で別に日本放送のホームページなんてほとんど見たこともなかったんですよ、うん、だからそれはほんまに運が良かったんでしょうね。お、はい、すごい引きがいいというか、うん、で、まあ、レギュレーションに超えてるけど合格されたってことね。30歳前とか、ね、そうそうそう30歳年齢制限あったけど、うん、まあまあまあそういうのは別に就職試験、うん、公務員試験とかじゃないから、うん、そんなに厳格やないやろ思って、うんうん応募したら、うん、でまあその法律のね本でも書きましたけれども、うん、法律のなんていうんですか、うん、そういう文言に異議、はいはい、そういう争いがあるとき、うんうん、どういうふうに解釈するかって趣旨に遡って解釈するみたいなことを書いて、はいはい、別にこれ30歳ってことに意味があるんじゃなくて、うん、世にまだ出ていない才能を発掘することにその趣旨があって、うんうん、30歳というのはあくまで目安に過ぎないから、うん、わずか1歳上回るに過ぎない、うんうん、当職は応募資格が認められるみたいなことを書いて出しましたね。そしたらやっぱりそういうことも含めて面白がってもらえて、はい、変なやつやなとオーディション通って、はい、そうですね。ほんで始められて、でまあその言うても東京の深夜放送じゃないですか、はい、でその MC 時代に苦労されたこととか、まあ、逆に良かったこととか思い出みたいなもんがあればお聞きしたいんですが。苦労は特段ないですね別にね。苦労したことなんてなかったな。今聞いたらめっちゃ早口やし声が若いですよね。あ、ほんで、うん、あれですね、その、うん、話すことを準備して全部、うんうん、全部書き出していってました。僕準備書面って呼んでたんですけど、その僕らが裁判所提出する準備書面とは違って、逆にむしろほんまに準備書面、時期通り準備書面で、ね、話すことを一言一句書き出してやってたんですよ、はいはい、途中まで。なるほど、はい、ほんでそれをでも途中から変わった、うんディレクターがもうそれやめませんかみたいな話になって、すごいすごい、で民謡にしたんですけど、うん、今でも何も見えない。今すごいもんなでも最初準備してましたね、はいはいはい、でも準備してるとやっぱりだからこのフレーズ言おうみたいになるのが不自然になるし、うん、なるほど。で今改めて聞いたらそこが、うん、恥ずかしいんですよね。だからオールナイトニッポンジャムって、はいはい、今サブスクで配信してますけど、はいはい、一切聞かないです、ね、
若かりし自分でね、うん、でも良かったことは本当に多いですよ、うんうん、そのだからその時の、はい、そういうふうに日本放送のオールナイトニッポン R2 部でやったから、うん、あのちょうど僕がやりだしたタイミングでその、うん、誠のサイキック青年団が終わって、はいはい、で終わるタイミングで僕は21年聞いてたから、うんはいはい、番組宛てに手紙を出したんですけど、うん、それはそのラジオをやってなかったら送らなかったと思うんですよ、うん、だから自己紹介ができたんですよ。なるほどなるほど。僕はずっと20年聞いてて今こういうラジオ番組やってます、うん、でその思い入れをずっと、うん、でオーディションでもそういう話をしたとか、はいはい、ことを書いて十何枚あの手紙書いて送ったん でそれがあって誠さんと武雄先生と知り合ってで今この番組で、ねうん、真夏のサイキックミーティング真冬のサイキックミーティングやられてるのは、はいはいはい、あの時 の、うん、あの自己紹介の手紙があったからやからラジオ始めてから関わったの。そうなんか大学時代から知ってんのかな。知らない知らない全く知らない。あのもう、はいはい、ただ聞いてるだけのリスナーやったんで、メールも送ったことないしハガキも送ったことないし、ただもう終わるってなっていてもたってもいられんくなって番組宛てに送って でそのあの日本放送で今そういうオールナイトニッポンやってますみたいなことを言ったら、うんはいはいはい、ね呼んでくれるやろうと思って、はあ、それにしたらすごい。ほんでまあむちゃくちゃ仲良くなってるもんね今。だからもう その本前手紙がきっかけなんで、だからそれはそういう一歩踏み出せたのはやってたからと思うんで、うんうん、でねそのさっき言ってた新日本プロレスの棚橋選手とも10年ぶりにその番組の中で再会できたりしたんで、ねはいはい、よかったですよね、うん、でそうだからそれでいくと、うん、あのこのね、はいはい、なかなかこのインタビューの途中で僕はメール読むっていうのもおかしいと思うんですけど、すごいな、多角的ですね。ラジオネームダッキーからいただいたんですけど、はいはいうん、過去のオールナイトニッポンを配信しているサブスクアプリ、うん、ANN ジャムに墨田先生のオールナイトニッポン R も含まれていますが、うん、先日配信されたあ、うん、これダッキーは27歳なんですけど、うん、先日配信された2009年11月14日放送分にて、うん、当時高校受験を控えていた中学3年生の少年が電話出演をしていました、うん、その正体というのは自分なのですが、まさかアナログ機器で流れていた放送が14年の月日を経てデジタル配信されるとは思ってもいませんでした、うん、当時塾から帰宅して親にバレないよう布団に、包まりながら墨田先生と話したひとときを思い出した次第でありますと、はいはいはい、こういうことが、うんあるからいいっすよね、うん、っていうことを言うために今十何年かそうそうそうはあ、でも社会人になってんね社会人になってでそのねこの時聞いてて大学生やった人が労働新聞の編集者になって、うん、そこで僕が後連載して本にもなったんでほんまやな、だからそういう人と関われたのはすごいね密な、ね、だってや配信してる人とリスナーっていう関係やけどそこからすごい密な関係になってるね。いやそうですよね。でその時に取材に来てくれたあの森重さん、うん、読売新聞の記者が後に本出した時にそれをね、はい、あの書評のコーナーで取り上げてくれたりとかっていう、そうね、すごい縁があるねいろんな人と。いや僕はだから、うん、そのでそうそのディレクターともまあ家族ぐるみの付き合い、うん、青木さんとしてて、だから青木さんの奥さんと、うん、うちの妻のお姉さんが一緒に遊びに行ってますかね、うん、今すごいな東京でご飯食べに行ったりとか、すごいね、うん、そういうご縁やねやっぱね。あそういうことがいい。今の青木さんの奥さんとの話は絶対使ってくださいよ、うんうん、いや使うけどいや使わないでください。原則違う。そんなはもうなわけわからんでしょそんな話こういう目地出すぎて誰やねん下にトガキいっぱい入れないはいはいはい、はい、すみませんありがとうございます。で、まあ、今ちょっと基本的に今墨田さん出てるラジオっていうのはもう冠ラジオっていうかこの「はまぐり顧問」の編もそうですけど、はい、まあ、メイン MC として出られてて墨田さんにとってねラジオの魅力というか、ね、自分がやってみててラジオってこういうとこがいいんだよっていう、まあ、これもよう聞かれて、うん、なんかその場その場で適当に言うなってそれいや言うてるけど、まあ、ご自身にとってってことだけどね、まあ、なのかな、うん、なんかね、うん、よう言ってるのは、うん、その人格的接触を図れる媒体やとか言うてるけど必ずしもそうじゃないしそんなもんやないですかねそんな喋、うん、んのがものすごいやっぱ得意やんこのストーリーテラーというか。いやでもねそれもねやっぱりね、うん、10年ぐらい前が一番よう喋れましたね。それ思いますよほんまに。もうなんぼでもガー出てくるなんぼでもというかね、うん、こういう名称忘れますわほんまにさっきもね普通の話、おっさんの話やなそれ、ね、テルエ先生を見てて、うんうん、
ウサギがね、ロングコートダディが出てこなかったです。まずコートは思い浮かんだんです。ほんで僕この、ね、部屋の隅っこにコートを下げてるじゃないですか。で、はい、コート何コートやったかな、うん、何コートやったかなって思いながらねずっと思ってて、うん、確かにその瞬発力なくなってきたな。なくなります、うん、だからもうなんか老快さというか松尾さんなんかもう何も出てけへんやろ。何も出てこない41期やから41期やから、いやほんまにでもねもう言葉出てこないっすよ。なるほどな、うん、だから特にコロナ禍以降、うん、その普段あんまり喋って飲みに行ってというのが減ったんで、うん、ね、そのコロナ禍以前は照江先生収録来てくれたら飲みに行ってようしてたじゃないですか、うん、収録に、うん、でその時が一番よう喋るじゃないですか、はいはい、正直お酒も飲んでるから、うん、っていうのが結構トレーニングになったと思うんですよ、うんうんうん、この番組のスポンサーの社長とほんまに週1回ぐらい飲みに行ってたんで、でいつも朝の4時ぐらいまで飲んでたんで、うそういうのがなくなって、うんうん、自分でも下手になったなっていうのはあるけどなんかね老快さというのが出ればええなと思うんですけど、うん、だから魅力っていうとほんまに、うん、だってこの番組、うん、松尾さん初めてこれびっくりしたと思うんですけど、うん、スタッフが一人じゃないですか。すごいですね。その一人なんですよ。ディレクター一人とパーソナリティ一人でやってるから、はい、だからそれはでもいいですよ。それが世界に出てんねんもんな、ほんでな。みんな聞いてる。いやだからそうなんですよ。でだからやっぱなんでだからラジオ単体で考えると、うんうん、難しいんですけど、なんか他のメディアと比較したら、うん、2人でやってるテレビなんかまずないじゃないですか、うんはいはいはい、で例えばテレビ出たらいっぱいスタッフがいるから、うん、そう気を使うじゃないですか。自分が思ってることあっても、うん、なんか言うことによってこの人らに迷惑かけたらあかんなとか、うん、僕は意外と常識人やから、うん、そういうふうに思うわけですよ。自分が出入りの業者の自分が好きなことを言うて誰かに迷惑かけてあかんなとか、はいはい、この番組やったらほんまに極端な話、迷惑かかんの、僕と佐山さんだけで、で佐山さんが、まあ、仕事なくなったとしても、はいまあ、その時間空くからまた別の仕事入るわけじゃないですか。ね、うんうん、で正直この仕事もそんなに、まあ、聞いてないけどまあ、私も含めて大体分かるじゃないですか、はい、僕はこんだけやからみたいなね、はいはいはいうん、だから、うん、2人の問題やから、はいはい、だから結構自由度高く喋れるっていうのは、ね、何のチェックも、まあ、ある種2人だけのチェックやもんね、まあ、いやだからそうなんですよ、うん、前ね、道場の影山先生来てもらった時に、うん、エルピス話になった時に、うん、ほんまにこの番組であれば、うん、エルピスみたいに勝手に、うん、その長澤まさみがねオリジナルの自分で作った VTR をこう、うんね、流したりとか生放送でできる余地がある、うんはいはいうん、それがラジオなんで、うんそうねうん、自由がある認められてるっていうかね、うん、だって2人でやってますからね。あそれは、まあ、特にまた弁護士パーソナリティっても特殊やし、あこんな形で番組やったら誰もいない。まあまあ、うん、ただでもねだから弁護士がやってるとか意識は自分ではあまりないんですけどね、うん、だから僕はなんか弁護士っていうのはその竹内義和先生の竹内先生の先生みたいなもんで、ね、そういうもんみたいなそういうなんかある種のギミックとしてこうラジオの中で喋る上での、はいはいはいうん、一応ね一応の背中は支えてるけどもそうですね、そんな感じでしかないですよね。なるほどね、確かにね、あんま弁護士らしいことないもんね。いやもうそうですよはいはい、わかりました。じゃあ結構ね日常のこととか家族のこととか喋っちゃってるじゃないですか、はいええ、これはこの抵抗がないのか、その京都に住みながら京都の番組で結構言っちゃってるので大丈夫ですかっていう心配をしてる。あ、うん、心配になります、うん、いや分からんよけどどの辺に行ってるとかね、なんとかの泉谷に行ったとかあめちゃくちゃその生活圏内の話をするから、いや怖くないかな。それは僕ぐらいの露出やからです、うん、そんなパニックなんないですよそんなアイスクリーム買ってても、あアイスクリーム買ってても僕がリスナーを追いかけ回してあれリスナーのベイアンちゃうかなみたいな、かなと落北でマスクしてるかわからんな、ちょっと前見て前からちょっと覗き込もうみたいなのは僕から言ってるぐらいやからベイヤーに一応芸人側みたいな、からタレント側から一般人に、いやだからそう、ね、うん、だからそんな、うん、で別に、うん、言うたらあかんことは言うてないつもりなんで、うん、だからそれは僕の中の基準やからすごい緩くてハードルが低いんですけど、はい、ねえ、そうやね、まあ、ただほんまに結構、うん、他のチキチキ所にラジオやなんや杉作さんのラジオとか出てて、うん、どこで何言ってるか覚えてなかったりするんで、うんはいはい、だから本当に聞かれたらあかん話を、うんうん、聞かれてあかん人に勧めたりとか、はいはい、
なんかそういうことはありましたね。そのチキチキジョニーのラジオで一回、うん、その、うん、あの僕の娘の、うん、お友達とで、うん、親とで鴨川遊びに行った時の話を、うん、あのチキチキジョニーのラジオで言うてたことがあって、はいはい、でその時にもう言うてたという楽しい話してたみたいな記憶しかなくて、うんうん、でこの間のそこからしばらく経って、うん、でなんかその LINE グループでやり取りしてる時に、うん、あこの間の話しましたわみたいなことを言うて、うん、あのわざわざ言うたら、うん、なんかね、ひどいことを言うててひどいことというかその時にどういうこといや僕が、うんその自分の本を、うん、そのまあ他のねパパ友に渡したと、はいはい、渡してその鴨川遊びに行って、うん、で次の日にアマゾン見たら、うん、今までなかった位置の評価が増えてたと、うん、あの二人のどっちかやみたいな話を言うてたらそれを言うてること忘れて聞いてあの時この間のことをラジオで喋りましたわとか言うてて干したら返事が来て、うん、私じゃないですよその辺がいやだからどこで何言うたか覚えてなかったりとかするんですよ。なるほどね、ほんまに。だからあの話の流れで、うん、例えば、前相原さんと孫さんが来られた時に、うん、そのあもう今でも孫さんも相原さんも、うん、まああのね綺麗な女性がいたら好きあらばと思ってるみたいな流れになった時に、はい、私もそうですって言うじゃないですか。はいはい、で言うたことを覚えてなくて、うんその家族でドライブとか行ってる時に、はいはい、うん、あのこの間孫さんと相原さんが来てくれてんやろって、うん、あ聞こうか言って、うん、で再生してからあれこの話の流れとか思い出すんですよくる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 みたいなそれはありますけどね。まあまあまあ、そんな話してなかった。抵抗はないか。今の全部残してくださいね。その月刊大阪の。ちょっと長なってるんで、途中でもう曲行きましょうか。はい。わかりました。パーラーマウムで終わらない歌。引き続きインタビューしていきたいと思うんですけど。全然情熱大陸風になってなかったですね。ちょっとあの後半は情熱大陸風に。はい。かっこよくね。かっこよく行くようにしますよ。そんなリスナー追いかけ回してるみたいなんでよ。エトピリカは流れないんで、はいはい、ありがとうございます、はい、まあ、ちょっと続きですけど、はい、まあ、さっきラジオの話をしてたんですけど、まあ、テレビも出てらっしゃるじゃないですか。あーはーはー、ね、あの最近あんまり出てないですけどね。ニュース系とかワイドショー的なニュースショーみたいな出てくる、はい、こういう仕事について、注意されてることって何でしょうか。あのワイプで抜かれた時に口角を上げるっていうことですね。矢口真理と一緒じゃないですかだからあれは、うん、はい、芸やと思いますよ。あ、やっぱできない。ボケっとしてる。ボケっとしてる。本当やね、多分ね、うんうん、で僕はほんまに興味ないことは聞いてなかったりするんですよ、うん、言うないやほんまに。だからよくねイベントのなんかあるじゃないですか、はい、なんか芸能ニュースみたいに、はいはい、EXIT がこんななんかのイベントに参加しましたみたいなんで、はいはい、V みたいな、 V みたいなのが流れて、うんうんうん、全く僕の中で感情の起伏がないんですよなんか楽しそうなことやってはりますわ、はいはいはい、でだから一泊遅れるんですよね、この口角を上げるのがっていうのはありますよね。そこで抜かれてもな。あ、だからまあまあもうでも向いてないなと思うんですよ。だからそれは最初に結構出る機会があったから、はいはい、サンジャポとか出てた時に、うん、あの八代さんと一緒に出たんですけど、はいはい、八代さんは例えばあのサンジャポっていつもグラビアアイドルが出てたんですよ、うん、例えば熊田陽子さんが出てきたりしたら、はい、陽子ちゃんとかね言い寄るんですよ、はい、あの男は言い寄るわけだ。大丈夫なんこれいやほんまにそれは別にいいでしょ。言える人と言えへん人、だからテレビ出続ける人はそう言える人ですよ、うん、あ、そういうちょっとフランクなというか、あ、そういうことを僕は言えなかったな、はいはい、うん、陰でママ友戦隊ウーマナイザーとか言いますけどそんなやつは後にね、後にね言うてけどリアルタイムでは言ってない、ね、うん、いやだその、うんうん、どっちがいい人間かってことね陽子ちゃんの方がいいかもしれない。いや両方悪い人間です両方答えはそうか、はい、分かりました。あ、難しいですよね。なんか人の事件に口出しするなみたいなことを他で言ってることを見たんですけど、僕がですか、はい、だから、ね、僕はあの過去にもなんかそういうね、うん、弁護士会かななんかのインタビュー受けて言ってたんですけど、うんうん、その時は今よりテレビとか出てたからなんか自分を正当化するためにええ格好して出る意義がある、うん、はいはい、自分らがテレビ出る意義はこういうことにあるんだと思うみたいなね、うんうん、ことを言ってたかもしれないですけど、うん、今思うと虚栄心ですよね虚栄心、
リアルすぎひんかこのインタビューなんか。いやほんまそう、もうあのメディア出てる弁護士全部虚栄心やと思う。いやほんまに、あの、まあ、そりゃそうよ、それがないと人前なんか虚栄心で出てるんやと思います。その何か伝えるとか、はい、テレビでなんか伝わるわけないもん、はい、ほんまに。まあまあまあ、うん、本当に言いたければね。ほんまに言いたければテレビ出てる場合じゃないし、うんうん、だから、うん、虚栄心やったんでしょうね。で実際に、うん、楽しかったですよ、出てた。その時はでもね、すぐ飽きました正直。あ、そうなんや、うん、なんかもうちゃうな思いました、ね。まあ、役割も結構決められてて、この1分喋ってとか短いわけでしょ。1分どころでもっと短いですよね。もっと短いし、うん、なんかね、もうそこでもう覚悟を決めてる人らを見るとね、うん、やっぱりすごいですよ、うん、そういう人らは。あの、でもね、うん、あのこういう資格あるかけて履かしてもらうわけやけど、もうそれは、うんうん、なんかちゃうなっていうのはありますよね。うんうん、まあ、でも今でも 出る機会があれば一緒。いやもうでもね、あの、うん、テレビは特段の事情がない限り、その、うん、なんか人間関係ある人から声かけていただくとか、はいはい、ラジオと同じようなニュアンスでみたいな時じゃない限り、もうあんまり出んとこかなと。あ、そのちょっと客寄せパンダみたいな出方はしたくないわけ。客寄せパンダみたいな。そんなでもないけど。そんなんな寄ってこないでしょ誰も。いや、で置き物みたいな、弁護士として一人寄ってくれみたいな。だから結局そうじゃないですか、うん、テレビの弁護士、うん、役なんですよ、うん、あくまで弁護士役で、はいはい、そのネットで調べたら分かる知識をね、うん、あの言うわけじゃないですか。まあね、だから、うん、ほんまに出るんや、うん、出ることに意義があるとすれば、はいはい、ネットに載ってない話をするべきやと思うんですよね、はいはい、それはできるはずではあるんですけど、うん、でもそれは望まれてない、ね、望まれてないことをあの僕はこれがやりたいだって言える立場でもないし。そうやな、うん、なるほどなるほど、分かりました。一応そういったね、ラジオテレビ含め、まあ、メディアに出てる弁護士って珍しいんですけど、大阪とか関西で言ったら、はいはい、仕事で何か役立つこととかってありますか？役立つのはほんまに知ってもらってる方が絶対得ですよ、うん、それ、うん、なるほどね、うん、安心感あるもんね。安心、うん、だからほんまに刑事事件で、うん、あの被害者の人と示談せなあかん時に知ってもらってて、うん、なんか、うん、あのね、あ、警戒を解いてもらったみたいなことは何度もあるし、はいはい、あとその別にこっち側の依頼者でも、うん、あの今まで特段営業することなく仕事できてたのはすごい得をしたと思いますね、うん、ただ逆にそのためにあのもうほんまやったらそういうのが何もなかったらもっと営業とか頑張ったと思うんですけど、それをしてこなかったなっていう感性はありますね。ちょっと受け身になってる、受け身で営業らしくないかな、うん、なるほどな。でもなんかいやらしい出方してないもんね。だからその鼻につくような出方してないから、刑事の被害者と会った時にも嫌なやつやなってならへんやんかなと思って、素朴な出方をしてるから。それはあの照江先生が僕に好意的に見てくれてる、うん、そうか、うん、なるほど、はい、なんか意気がってんなとか見えたらあれやん、嫌、まあね、やなんか、うん、かなとか思ってましたけど、はい、すいません。じゃあちょっと出版の話を、はいはい、文豪としての話をお伺いしたいんですけども、はい、昨年夏に初の著書となる、まあ、ラジオと憲法をご出版されましたけど、はい、この本は、まあ、どういった内容になりますかという元も子もない質問なんですけど、あ、ちょっとプレゼン的にちょっと載せたいでね、月刊弁護士会にもうそう、ほんまに適当に感想書いておいてわ かりました。ここはこれだからラジオと憲法と題した理由みたいな、ここはちょっと聞いておきたいんですけど、でもねこれもう先に題だけ決めて、うん、書く内容決まってないので題決まってて、うん、まあ、Amazon にも載ってたっていうね。元も子もないですけど、でもなんかその自分の自由に喋ることとかその権利みたいなことが入ってんじゃない そのだから、はい、結果的にちょっとその題に合わせようとは思ってる部分はあるんですよ、うんうん、はいはいはい、だからその読んだ人が憲法関係ないかなっていう人もいれば、うんうん、ああラジオと憲法と言えんこともないなと、うんうん、だから言えんこともないなって言ってくれるのは嬉しいですけどね、なんとなく感じ取ってもらってってことだね、もう行間にね。、うん、でもなんかこういう意味を込めてますとかっていうのはね、そっか、読み手が感じてくれたらねいいですからね。僕あのラジオもそうだし本も指揮者の顔が出てきましたね。はい、もうどう受け取ってもらってもいいから、はい、そう思ってる、はい、度量が広いわ、情熱大陸めちゃ自己演出してるじゃないですか。いやほんまにでもそうですよ、はい、もうラジオでも、うん、あのね、まあ、いろんな取り方する人がいて、うん、そういうもんやと思うから、うん、本でもね、うん、はいはいはい、
かりました。ちょっとあのまた個人的なこと気になるので聞いていきたいんですけど、はい、まあ、京都に移られて、もともと大阪やったんですけど、京都に登録替えされたのは、まあ、どういった理由から動かれたんですか？そう、私が妻と、妻が司法書士で二人で事務所してて、大阪 で、うん、で京都か、あの淀屋橋まで通ってて、で、だから娘が生まれたわけですよ、2017年に、はい、ってなった時に、まあ、妻が通えなくなるじゃないですか、現実問題ってなった時にどないしようかなっていうことで、もうその自宅のある京都で事務所も全部固めようと思ったっていうことですね。その生活とのやっぱりなんていうか両立というか、いやもうそうです、それは生活の方が大事ですもんね。通勤が相当時間かかってましたもん、そうですそうです。だからあれほんまに変えててよかったですよね。だからコロナ禍もあったわけじゃないですか、これ変えてなかったら通勤も、そうやな、ね、その3年ぐらい前の状況やったら電車もどうやとかいろいろ言われてた時代やから、なるほど、ね、大変やったと思うし、体力的にも今その温泉が実際行く時とかでも大阪遠いなって思いますもんね。いやでもそのやっぱ家族の時間も増えたりとか子供さんと関わる時間も増えたりしてる。いやそうです、ね、もうあの正直ほんまに、あのそのね、さっきラジオの話になった時に、その、あのラジオパーソナリティにあるまじき態度かもしれないですけど、もうほんまに自分の今の生活というか、人生の円グラフであったらもう99っていうかもう 100% もう娘に正直なってるんですよ。だからもう一番楽しいのはほんまに娘のもうネバーエンディングごっこするんですよ、ずっと終わらないごっこやり続けるんですよ、それ付き合ってる時が一番楽しい、まあ無尽蔵の体力やもんね子供って、っていうのがあるんですけど、でもそのあのいずれ近い将来遊んでくれなくなるじゃないですか、まあまあそれはそうですよ。の時にね、なんかだから結局僕ラジオはほんまにもう趣味みたいなとこあるんで、そのね、ゴルフ好きな弁護士もいれば、車好きな弁護士もいるわけじゃないですか、釣りが好きな弁護士もいてっていう中で僕はあの人と話をするのが好きな、そうね、だけかな。最近のそのメモリーガルっていう番組、すごいインタビューがうまいなって思って、いい話に なんかなっていくから非常に腕を上げてるなと思って聞いておりますけど。あのでもそれもね、なんかそっちに誘導してるなみたいなんが、もうちょっと自然に聞けたらええのになと思いますけどね。共感、すごい共感しながら話聞いてて、いいな。いやでも会いたかった人に会えてるから、でもそういうのがいいですよね。こうラジオっていう場所持ってたら、出てもらえませんかいうことで会いたい人に会えたりすることがいいし、でだからそうなってきたら今度高地昇さんと会うっていうのは高地さんの本を読むし、その関連する主治医の本を読むしとかっていうことをするのが結局、逆に僕はあのほんまは娘とそのごっこ遊びをしたんやけど、長い目で見たらずっとごっこ遊びばっかり付き合ってる父親はいずれ捨てられると思うんですよ。逆にそのラジオで話すためにあのこの間も先週とか月亭太夫さんが出てくださったら、太夫さんが出てる世界大僕っていう芝居を見に行くじゃないですか、見に行ったらまたいろいろ思うこともあるじゃないですか、でもあれですね、その、知り合いの出てる演劇見に行った後の感想ラインの文言はむずいな、あなるほど、情熱大陸ほんまにそうかな、ここかな、そんなな名言でもなんでもなかった、でもむずいこれむずいんですよ。ぜひも使う。ちゃんと見てますよ。ちゃんと見てますよみたいな、あ。よくぞそこをみたいな。みたいなこと言わなあかんのかなとも思うし。はいはいはい、単純に今来ましたよだけでいいかもしれません。心地よい、なんて書いたかな。心地よい新規臭さみたいな。そうなんですそれ。なんやねんそれみたいな感想ラインを送ったような気がしますね。太陽心地よい新規臭さってない。いやもうそう世界大僕言うてね、このなんかウジウジしてる、そうそうそう、自我が肥大した部分をあの描いとるわけですよ、結局。だからほんまにラジオもそうは思うんですけど、音楽も何でもそのそういう表現っていうのはこの肥大した自我をどう料理したかやと思うんですよ。でそのまもう料理としてまだできてないのを見せられてるみたいな、だからこそ面白い部分もあるし、る、ね、何見せられてんねんっていうのもあるし、レアな感じがね、はいはいはい、面白いですね。じゃあ次行きますよ、もう京都の話もお聞きしまして、ちょっと端折っていきます、はい、で、まあ、ちょっとここからは指揮者としてお聞きしたいんですけど、弁護士とか弁護士会がメディアをどう使ってどう戦略を立てていくかと、
いうことについてお聞きしたいんですけど、はい、まあ元々の知名度とか経歴の、まあ、漫才師とかいろんな経歴があって、はい、メディア出演をつながってると思うんですけど、普通の僕らみたいな一般の弁護士がこう露出を増やしたり売り込もうとした時にどういうことが必要になってくるんでしょうか。心なんかそのメディア出るという意味ですか。出るとか、そう、まあ、あるいは別に YouTube でもいいし、自分がこう世間に売っていく時に何を注意したらいいんでしょうか。いやだからね、その、うん、それも絶対自我が肥大した部分をこう出すから、うん、ちゃんと料理して出した方がいいですよ。料理出来上がった後に恥ずかしないよ見てて。そのまま、はい、オープンキッチンで見せんといてほしいですよ、この自我肥大した部分の。あのやめてほしいな。え、松尾さんとかそんな出たいとかってあります？いや、まあ、ビビーのくせに出たいけどやっぱり怖いみたいな。ああ、そりゃそうですよ、ね、いやほんまにだから今の世の中って、うん、あのいい塩梅の有名性をこの、うんね、を出ちゃうと、うん、ほんまに怖いですからね、うんうんうん、ほんまに叩かれるしの、うん、だからもうこじんまりとしたところで楽しく、うん、何やその話だから そこのほんまに意識してると今時代怖いですよ。若手に夢のある話をっていうテーマでお聞きしてるんですけども、うん、そのこじんまり行こうぜっていうテーマでいいですか。いやどこがいいと思いますよほんまに、まあ、行くなら相当リスクを覚悟して前にってことになってくるもんね、うん、で結局、はい、なんか SNS とかっていうのは、うん、極端なこと言うた方がバズるし、まあまあまあ、ってなると弁護士らしくないこと言うのが一番いいとかっていうことになっちゃうと思うんですよ。なるほどなるほど。でそれで成功した人物っていうのが橋本徹さんやと思うから、うん、ねえ、ね、だからあの人意識的にそうかまして弁護士が言わんことを言うみたいなところで、はいはい、あのそういう役割で、うん、役割でやってるうちにもうそうなってしまった部分もあるとは思うんですけど、うんうん、それはうん。うんまあ、岡口さんも意外性とかいうことを言ってはった、うんうんうん、ちょっと強くなるよね出てくるもん。そうなんですよ。ほんでもうまあ人によって、うん、そのもう自我とかどうでもよくなったりしてくるじゃないですかだんだんそのああ幼になったらね、幼になってきたら恥知らずになっていくというか、恥知らずというか逆にもう何か目立その何か目立ちたいとかいうことも特段なくなってくる、うん、そういう意味じゃそっちもなくなってくるね部分は。これぐらいまあでも人によって違うかな。だからそれはあの今までない人がそういうのがなると、うんどこかで脚光浴びるともうやめれなくなったりすると思うんですよね、うん、なんかあの SNS やってる弁護士とか見てもこれなんかそういういいねとかの中毒性のあるいいねなんやろなみたいな数が多かったりとかリツイートが多かったりとか、うん、これ多分ずっと張り付いてはんねやろなみたいな、うん、いらっしゃいますもんね、うんうん、なんか怖いですよその距離の取り方っていうのは。専門性とかその知識とかでちゃんと正当に世間に出ていくっていうのは全然ありやね。いや それはそうでしょ、ね、そんな僕が言える立場じゃないからあの専門性ないですから横で見てて思うことっていうのでもええねんけどなその紀藤先生とか、ああだから思うんですよ、ね、まさにね、そのあのメモリーガルでも言ってたんですけど、うん、ああいう例えばねね、宗教の問題に、うん、何十年取り組んでる人が出てきたら、うんうんうん、そらそんなね、うん、あの僕みたいに吉本興業に片足置いてる弁護士なんてかないっこないし、吉本興業のせいでもないからな文化人部門の窓口の一つにしてるような弁護士がね見たら分かりますもん、うん、そんな、なるほど、ね、それはだからもうあの同じリングに上がりたくないだから僕はもう特段の事情がない限りあのテレビは出たくないですよ。バレるからどうやって世間に出ていくかバレるもんほんまにそれは、そう、はい、そのちゃん自分をね自重する気持ちをお持ちなの分かりましたけども、でちょっともう一つすみません、はい、これラストになりましょうかな、はい、弁護士会の方で市民向けにラジオ番組実は持ってるんですよ。あ、やってらっしゃいますよね MBS で、はい、あのな隣のベンさんとか言って、まあ、身近に感じてもらおうみたいな感じやってて、はい、うんうん、このラジオのメディアっていう良さを生かして広報をこれから弁護士会として打っていくにはどういったことがいいでしょうかと。だからね、それ僕、うん、それも言える立場じゃないですよ。その僕これなんか弁護士としてこの番組もやってみたいな、うん、弁護士の広報としてこうあるべきや、はい、みたいな思いでやってるとしたらこんな内容になるはずがないんですよでもらしさはあるんですよ、弁護士らしさは根底にあると思うんですけどね、僕聞いてるとね。いやでもね、あのだから、うん、なんですかね、でも広報としてちゃんと弁護士会としてやるんであれば、うん、ほんまにあの専門性の高いことをやった方がいいと思うんですよ、うん、そのなんかあの変に迎合するんじゃなくて、うん、分かりやすさに迎合するんじゃなくて、う
なんかあの大阪らしさを出してね、コテコテのとか関西弁とかちょっとギャグっぽいのとかはどう思いますか？そのなんか誘導しようとしたんですか？あなたが思ってること、そう、肉肉しげに見てるわけですか？いや、だからちょっとあの親しみを勘違いしてるなって思う時があって、そのちゃんと弁護士としてのすごいなっていう尊敬みたいなのも得なあかんのに、なんかだらっとしてるの恥ずかしいなっていうのはちょっと、なんかそういう面白い要素を入れようとかしてて、そうそう、私らは笑い好きですみたいな、なんかになんかすり寄ってくるみたいな。ああ、だから それは、うん、いらんって言ってほしいわけですよね。いやいやいや、それをどう生かすかを、ね、むしろそれはそれでいいんだけどみたいな。ああ、はい、まあイエスバットみたいな。ねえ、だからもうそのなんか、うん、あの僕はね、大阪が一番そういうその何ですかね、うん、なんか言うじゃないですか、うん、そのお笑いがどうとかって、はいはい、みんなああいう県民賞とかでも特殊な町やみたいな、もう決してね二人よって漫才なんて言ってもう聞いたことないですよ成立してる人ばっかりですよほんまに。重曹とか京橋とか言ってたら、この会話何を喋っとんねんみたいな、漫才やとしたら不条理すぎますよ、はい、ほんまにボケしかいない、うん、逆に準決勝ぐらい残るんちゃうかな不条理すぎてシュールすぎてっていう感じやから、はいはい、ね、言葉はもう関西弁やったら関西弁変えられないから、うん、中でなんか専門性あることやった方が絶対いいと思うんですよね、まあね、親しみやすさとか専門性で打ってからかな、うん、ありがとうございますほとんど誘導して一応あと、まあ、月刊弁護士会を載せるんですけど、はい、まあ、こういうインタビューがどうなるかわからないですけど、うん、まあ、あの体内広報どうしたらいいとかいうご意見はありますかこれはもうでもあの、うん、今日のインタビューはボツでしょ？いや、ボツじゃないよ、生かしますよ、もうお任せするんで、はい、青木さんの奥さんの話も載せます千鶴さんって言うんでそれは言わんでいい、ちゃんと書いてください、千鶴さん、千鶴さん、わかった、エトピリカ、ありがとうございました。生活笑えない百科、四角、何でしたっけ、丸い墨田が四角く未解決生活笑えない百科、はいはい、せっかくいらっしゃるんだからもう一回お願いします。もうあんまりしたくないなやってくださいあの二角師匠のどうぞ。丸い墨田が四角く未解決、生活笑えない百科ね、もう久しぶりか忘れてましたこれもザラザラ流れてる。ありがとうございます。はい、照江先生ね、はいはい、あの録音なさってたんですけども、はいはい、途中で切れてたんですか？ほとんど残っておりません。ほとんど残ってませんか？もうそうなったら、あのこの番組いつも違法アップロードされてる方がいらっしゃるんで、うん、それを聞いていただければ。いや、グレーや直接。いや、あのいいインタビューになりました。ありがとうございます。もうほんまなんかなんかいい感じで今まで過去に言ったこととか、はい、あのなんかつまんでいただいて、それをここで言うな、いいですもん、あと紙面でちゃんと充実させていきます、全くあの痕跡残ってなくてもいいんで、はい、はい、あのバースでいいんでなんでバースが出来上がってもうバースで結構です、まあ、はい、成績の話ばっかりしてる、ちょっとね、あの法的なトピックも、はいはい、今日は松尾先生にも来ていただいているので、はい、お話ししたいなと思うんですけど、これ、はい、京都新聞2月9日の記事になるんですけども、はい、史上最強、このね、今日は怖い、はいはい、史上最強お化け屋敷で演者に蹴り、はい、空手5段の客が運営会社を提訴、お化け役との距離必要、はい、という見出しなんですけども、東映うずまさ映画村のお化け屋敷でお化け役の演者の顎を反射的に蹴り重傷を負わせて賠償金を支払った空手有段者の男性49歳が、映画村の運営会社東映京都スタジオに安全配慮義務違反があったとして同社を相手取り、約550万円の支払いを求めて京都地裁に提訴したと。なるほど。訴状によると2011年9月10日昼ごろ、男性は社員旅行で訪れた映画村内の史上最強を歌うお化け屋敷に入ったところパニック状態になり、相当怖いんですねこれ、お化けを演じていた男性演者の顎を蹴り骨折などの重傷を負わせた、で男性は空手5段で当時は飲酒していたということ で男性は警察から事情聴取を受けたが刑事処分はなく、男性演者に謝罪し治療費などを支払った。で演者側は2015年3月に男性に、損害賠償請求を起こし、
2016年3月にその男性が、蹴った男性が解決金1000万を支払うことで和解した、まあ、相当重傷だったんでしょうね、うん、で、それほんで今回訴えてるのは蹴った方なんですよね、うん、蹴った方の空手有段者の男性が事故当時男性の演者ですよね、お化け屋敷の演者は運営会社に雇用され職務としてお化け役を演じていたため、うん、同社は使用者として安全配慮義務を負っていたと主張。お化け屋敷では恐怖に陥った観客がどのような反応をするかは予想できず、とっさに手を出すことは十分あり得るとした上で、運営会社は客とお化けの お化け役との間に十分な距離や仕切りを確保する必要があったと、うん、で客から攻撃的な行動をされる可能性をあることを出演者たちに指導しておくべきなのに、その注意喚起が不十分だと。 なかなか珍しい、うん、訴訟ですよね。なるほどね。ねえ、2011年、2011年にその事故はあったらしいですよ、うん、だから安全配慮義務違反にしてんねんな、不法行為、ね、あ、そう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 、うん、か使用者責任じゃなくてなんですか ね10年とかになってるから、はい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 、だから、はいはい、そよっぽど怖かったんですよ、でもね、うん、だからもうパニックになって、手がバーって足で出ちゃう、うんうん、その出ちゃうようなことをもうあらかじめ予見できるやろうと、うん、会社としてはそういう、うん、だからそれをその結果を回避するための義務があったやろうと、うん、はいはい、ね、予見と、ね、結果回避というこの2つの注意義務、そうなんですよ ね予見可能性と、まあ、それが予見できること前提としてそれを回避できたかみたいな、安全配慮義務違反というのは企業として従業員の健康とか安全を守る義務があるという、うん、そういう話ですね。いや、そうですね。だからそのためにもちゃんと、うん、お客さんから蹴られんように距離を置いとかなんかやろうということを構成されて、はいはい、原告側は訴えてると、うん、なるほどね、珍しすぎる、まあ、だから対してこの運営会社側としては、うん、さすがにびっくりするやろうけど、うん、そこまでするとは蹴るとは思えへんみたいなことを言っていくんでしょうな、うん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 、で今までもそんなことなかったとか言っていくのかな、はいはい、だか刑事事件は問題になってないやん、なんだかびっくりしてやから、あ、そうかそうかそうか、ね、っていうことなんですかね、ぽいんですけど、そういう記事もありました、あ、そうかそうか、うん、あ、びっくりしたからっていうことですか、うん、過失、今だからそこで故意の暴力行為じゃない、でもこれあったじゃないですか、うん、誤送過剰防衛の勘違い騎士道事件って言って、女性が、はいはい、襲われてると男性に解放してたんやけど、解放してただけやのに、うんうん、知り合いがしてるのを見て襲われてると勘違いした英国人の空手の有段者の人が回し蹴りを入れたみたいな、それが誤送過剰防衛、はいはい、そもそも旧白不正の侵害がないのに、うん、そのね、相当性を超えた蹴りを入れたみたいなところで、うん、はいはい、あれでもほんまになんで勘違い騎士道事件ってついてるんですかまあそのまんまなんか2つのワードがな2つのワードが勘違い騎士道っていうか、なんか騎士道精神を勘違いしてるみたいな感じにもそうですよね、本当の騎士道じゃないみたいな本当の騎士道じゃないっていう意味なのか、うん、どっちなんですかね、分かんないけど、武士道ではない、ね、空手やのにではないと、まあね、その辺これはこの話したかな、その、はい、まあ、やめとこう、なんか今すごいあるおっぱいパブで勘違い騎士道事件が起こったことが過去に僕あなたの司法修習生時代の話、司法修習生時代もう昔のことですよこれインタビュー入れさせてもらって、これインタビュー入れてもらっても大阪弁護士が所属のやめてくれその方がまだおんねん、そうですね、ちょっと勘違い騎士道を起こしてこうエスコートされたんですよ、そのお店で働いてる女性を、はい、っていうことがあって、あの平成の勘違い騎士道事件やって僕らが呼んだという、これは別に判例百選にも載ってませんけれど、はい、曲いきましょうか、はい、いくや、星野源でブランコ、あっという間にエンディングでございます、はい、今夜は初登場、はい、松尾弁護士、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、どうでしたか、いやもう気楽に楽しく途中置き去りにしてしまいました申し訳ない、うさぎさんどうでしたか、ないない、似てない似てないですか楽しみしてますね、はいはい、インタビュー、はい、何とか仕上げたいと思います、はい、タイトルは平成の勘違い騎士道事件それだけで、はい、よろしくお願いいたします、はい、今日この後、はい、21時から Spotify の独占配信番組、はい、これが面白い、メモリーガル、はいはい、アップされます、高知昇さんゲスト回の3回目になります、うん、皆さんお聞きいただければと思います、うん、この番組は、あ、来週なんですけれども、うん、来週は、またカミソリ負け防止の待望の、はい、
どちらが本当のこのリーガルバラエティーかみたいな仁義なき戦いですよね。このカミソリ負け弁護士軍団 VS 大阪弁護士会広報委員会という、負けてられこの、 あの対立軸で半年引っ張りますんでこれからそんなこれへんってでは来週もお聞きください。せーの、ハマグリハマグリ。